やっぱレゴクリエイターのドラゴンはもう反則級にかっこいいですね。いや、これは素晴らしい。人間風情が、このギルディ。皆さんこっちです。チーショーレゴクリエイター。ひろゆきだ！はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴクリエイターファイアードラゴンです。はい、これは今年発売されたクリエイターの一つです。ちなみに僕はこれ以外にこちらのスポーツカーとこちらのプロペラ飛行機、こちらも買いました。ファイアードラゴンに関しては去年僕が作ったレゴクリエイター伝説の生き物のなんかリメイクバージョンじゃないかなって思います。まあ、値段と大きさもそうなんですけど、ドラゴンの骨格も違ったり、あとは作れる2つも違います。今年発売された新しいクリエイターめちゃくちゃ楽しみです。この2つも近日中にアップロードしますので楽しみにお待ちください。はい、今回の動画ではこちらのファイアードラゴンを組み立てます。はい、では箱を見ましょう。もうかっこいいですね。僕基本的にクリエイタージャケ買いするんですけど、もうこれはねもう間違いなくジャケ買いしましたね。ちなみにこれ動画の最初に言ったんですけど、僕が前に作ったレゴクリエイター伝説の生き物の多分リメイクアイテムだと思います。まずドラゴンの骨格が違うのと、あとは他に作れるこの2体が違います。いやー、かっこいい。このドラゴンはワイバーン骨格ですね。前に作ったドラゴンは固粒子骨格です。いや、かっこいい。で、このドラゴンの火のパーツがもうめちゃくちゃでかいんですよ。前のドラゴンで作った火のパーツの約2倍の大きさですね。そしてこれ宝箱があるんですよ。これキングオブドラゴンズっていうカプコンのゲームあるんですけど、そのラスボスのキングドラゴンディルギオスを思い出しますね。まあ知らない人は知らないでしょう。で、このファイアードラゴン以外にこちらのサーベルタイガーとこちらのサソリに組み替えることができます。まあ僕はねこの3つどれも作るのすっごい楽しみです。はい、箱の裏はこのようになってます。この後ろの箱めちゃくちゃかっこいいっすね。はい、では開けましょう。箱見た感じ今年のクリエイターはもうかなり気合が入ってますよ。いや、これはすっごい楽しみです。うわぁ、説明書がぐしゃぐしゃだ。うわぁ、おー、まあまあ入ってますね。はい、中にはこちらが入ってました。まずパーツが入った袋が2つと説明書が3冊です。まず開けてびっくりしたのがこちらなんですよ。2つの入った袋に番号が入ってるんですよ。あと今までのクリエイターでまあエキスパートは番号振ってあったんですけど、これなかったような気がしますね。もう今年のクリエイターから番号がプリントされたのかな。それと説明書なんですけど、見てください、この大きさの違い。ファイアードラゴンがすごいでかいんですよ。で、サソリとサーブルタイガーの説明書はまあいつも通りのクリエイターの説明書になってます。まあ説明書見る感じそんな変わってないっすね。はい、それでは袋からパーツを取り出します。はい、袋からパーツを取り出しました。やっぱ箱が大きい分パーツ多いですね。はい、では今回の動画ではこちらのファイアードラゴンを作ります。はい、完成しました。うわぁ、もうやばい、めっちゃかっこいいんだけど。ちょっと待って、これ去年作った伝説の生き物超えちゃったっすね。いや、もうかっこいい。とりあえずこの宝箱からまあちょっと見ていきましょう。いや、もうこの宝箱も結構クオリティ高いですね。いつもの宝箱だったらこんな感じなんですけど、大きさ約1.5 倍ありますね。まあ、とりあえず中の宝石全部取り外してっと。はい、宝箱の全体はこのようになってます。色合い的に言えばほぼ黒なんですけど、一部ネイビーがあります。もうほぼ黒い宝箱ですね。で、この宝箱はこのように開けますので、先ほど入れた宝石をこの中に入れることができます。で、こちらが宝石です。まず、この金のチェーンパーツと、あとは多分金貨と、そしてこれが、なんかわかんない。で、この剣が入ってます。これが、
いつもの剣です。あ、やっぱでかい。およそ 1.23 倍長いですね。これは新しく造形された剣なのかな。これはかっこいいな。剣は危なくないように軟質になってます。はい、次はこちらのドラゴンを見ましょう。もうかっこよすぎる。いや、もう素晴らしい。はい、全体はこのようになってます。はい、近くで見ましょう。まずここが頭部ですね。頭部のこの目のパーツは、爪パーツになってます。前のドラゴンは緑色のクリアパーツで目を再現されてました。火のパーツがめちゃくちゃでかいんですよ。いや、もうこれは迫力ありますね。そして胴体はこのようになってます。さっきも言ったんですけど、これはワイバーン骨格なので、モンハンで例えるならティガレックスとリオレウスですね。そして足はこのようになってます。足の造形も前に作ったドラゴンと全く違います。そして尻尾はこのようになってます。ちなみに炎パーツは取り外すことができます。では次は可動部分を見ていきましょう。もうめちゃめちゃ動きます。まず首がこのように回転して、顎がここまで開きます。首のここがヒンジになってますので、このように動きます。この羽がね、結構動くんですよね。まずここがヒンジになってて、マックスここまで動きます。そしてこの羽のここの部分もボールジョイントになってますので、このようにグリグリと回転して、そしてこの爪のここもヒンジになってますので、このように回転します。すごい。足はここがヒンジになってますので、こんな感じで稼働することができます。足はこのように開くこともできて、そしてこの足もここまで動いて、そしてここも回転しますし、爪の部分はピンパーツになってますので、このように回転します。そして尻尾はここがヒンジで、ここがボールジョイントで、そしてここがまあヒンジパーツで、ここもヒンジパーツですね。いや、すごい動くな。いや、もう今年のクリエイターもいきなりもう飛ばしますね。これはすごいかっこいいです。はい、もう可動部分を活かして、こんな感じでダイナミックなポーズを取らせることができます。あ、しまった。炎パーツつけるの忘れてた。生き物系のクリエイターってもう本当にクオリティ高いので、これはね、もう絶対買った方がいいですよ。これはかっこいい。では次は大きさ比較いきましょう。まず、ミニフィグと並べると、こんな感じです。大きさ約、ミニフィグ2、3、体分だと思いますね。あ、そうだ、ドラゴンといえば、はい、画面に収まりきらないんですけど、マインクラフトのエンダードラゴンを持ってきました。やっぱでかいですね。まあ大きさはニューバージョンのエンダードラゴンとまあほぼ一緒ですね。それにしてもやっぱこの吸盤のエンダードラゴンめちゃくちゃでかいっすね。はい、こんな感じでキングオブドラゴンのギルディス戦っぽく再現してみました。ギルディスって僕思うんですけど、首めっちゃ長いっすよね。ギルディス戦の最初のシーンちょっと行ってみようかな。人間風情がこのギルディス様を倒せると思っているのか。さあ来い、骨まで灰にしてくれるわ。うおー、かっこいい。まあ自分で言ってなんですけどね。いや、もう今年発売されたクリエイターめちゃくちゃ完成度高いですね。これは次に作るサーベルタイガーとサソリもめちゃくちゃ期待してます。はい、チェーンパーツを使ってドラゴンライダーにしてみました。いやー、かっこいい。前に作った伝説の生き物のレッドドラゴンもドラゴンライダーにできたので、できるかなって思ったらもうできますね。いや、すごい、めっちゃ似合う。僕レゴクリエイターでドラゴン出ちゃうともう絶対にドラゴンライダー作っちゃうんですよね。そうですね、サーベルタイガーはライダーにできるんですけど、スコーピオンはどうだろう。スコーピオンジョッキーみたいな、スパイダージョッキーならな。これもちょっと楽しみですね。はい、レゴクリエイターファイアードラゴンのファイアードラゴンはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターファイアードラゴンのファイアードラゴンを作ってみました。やっぱレゴクリエイターのドラゴンはもう反則級にかっこいいですね。いや、これは素晴らしい。今年発売されたクリエイターで生き物系って確かもっとあったような気がしますね。いや、2020年のクリエイターめっちゃクオリティ高いですね。これは動画の最初にも言ったスポーツカーとプロペラ飛行機、あとはタウンハウスの持ち屋さん、これはもうめちゃくちゃ楽しみです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではこちらのサーベルタイガーを作ります。楽しみにお待ちください。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろぎでした。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら。